相談があるんだよ。私がやってることって他さんからしたらちょっとずるいって思う？あ、今のは別に落ち込んでるとかじゃない。ただ、普通だとどう見えるのかなって思ったの。あなたや愛さんのおかげで、SNS を見てくれる人、すごく増えた。たくさんコメントももらって嬉しい。ニナちゃんボードのこと、私も欲しいって言ってくれる人もいた。リナちゃんボードは、私がみんなに素直な気持ちを伝えることができる魔法の道具なの。でも、みんなそういうことは知らないから、スクールアイドルをやるための道具だって思う人もいるんだよね。顔を隠してるのは、やっぱりずるいことなのかな。でも、顔、見たいよね。お話ししてるとき、私もみんなの顔見るの好きだもん。私も昔はちゃんとみんなと楽しくお話できたんだよ。本当なの。でも、いつからかは忘れちゃったけど、なんだかだんだんどんな顔をしたらいいのかわかんなくなっちゃった。これが原因っていうのはないと思う。多分、私の気持ちの問題なんだ。私の両親、二人ともお仕事が忙しくて、私が大きくなるにつれて、だんだん家を空けることが多くなっていったの。それでも、電話やメールやお手紙や、いろんな方法でお話をしてくれたんだ。だから、本当は一緒にご飯を食べたりしたかったけど、我慢できた。お父さんとお母さんには大事なお仕事があって、そのお仕事でたくさんの人を助けてるから、私も頑張らなきゃって。心配させないためには、一人で大丈夫なところを見せなきゃって思って、何でも一人でできるようになって、週末や夜のお留守番だって平気になって。一人でいるのは平気になったのに、面白いテレビを見ても、本を読んでも、だんだん笑えなくなっちゃったの。そのうち、学校でお友達と話して楽しくても、笑えなくなっちゃった。それで、お友達とうまくお話ができなくなって、そしたら、もっと表情の作り方がわからなくなっていったの。お友達とは仲良くしたかったけど、何を考えてるかわからないとか、怒ってるとか、全部真顔で言うから、なんか嘘っぽいとか言われて、難しいなって。
でもね、愛さんに会ってリナちゃんボードもできて、それであなたに会ってスクールアイドルになって応援してくれる人もできて、今はとても幸せなの。だからもっともっといろんな人とつながりたい。もしリナちゃんボードがずるいならそれを取ってでも。そうかな。じゃあ、やってみる。うん、そうする。ありがとう。